大変とは、教育機関などにおいて、出欠確認をする授業で、欠席者の出席を装うために他者が代わって、返事をする一種の不正行為である。特に大学において、欠席者が不正に出席点を獲得する目的で行われる。大学によっては発覚した場合、単位の剥奪など処分を受ける場合がある。最近では、大変防止を目的として、 立命館大学や日本大学など一部の大学で出欠確認に学生証や携帯電話を使用している。中でも青山学院大学ではソフトバンクモバイルと提携して社会情報学部の全学生に対し iPhone を配布し GPS の位置情報を利用して講義への出欠を確認するシステムを導入する予定。ヤフー辞諸不正行為で7名の学生に処分 慶応大学47ニュース、立命大、大変許しません。電子学生賞で、出席確認2007年4月5日。日本大学新聞、携帯電話で、出席確認後期授業期間に試験導入2008年10月6日。青山学院大学、550代の iPhone を導入。社会情報学部の全学生に配布 IT メディア2009年5月14日。 ありがとうございます。